幻な軽林とは、源氏物語の注釈書である。花楽非人相門領語なる人物によって、鎌倉時代の文英年間頃に作られたとみられる。本書は、河内方ではない人物によって、鎌倉時代に成立したとみられる、源氏物語の注釈書である。鎌倉時代の源氏学の詳細については、これに続く。 室町時代に成立した川海省や課長余剰などの注釈書が引く鎌倉時代の注釈書が初期の比較的小型の注釈書である源氏尺や奥入りあるいは論議という特殊な討論形態をとった公安源氏論議といったものを除くともっぱら河内方による注釈書である水原省や氏名省、現中裁秘省に限られているため この時代の川地方以外の源氏学の実態については断片的にのみ残っているいくつかの署名、著者名、成立年代の不明な注釈書が確認されている程度でほとんど明らかになっていなかった。そのような中で本書はある程度まとまって残っている鎌倉時代の川地方のものではない注釈書として源氏物語の注釈詞、教授史を考える上で大変貴重なものである。 本書の一部であったとみられる、光源氏物語本字において、さらしな日記一文に見える、不なるものについて聞いて回った相手の活動時期から見て、本書の成立年代は1250年代から1280年代頃であると考えられる。若名城から幻までを含む巻が第五巻とされていることから、切りから夢浮き橋までの54条全体では六巻。 内視七巻から構成されていると考えられる。原存部分から推測すると54条全体での注釈を加えている項目数は約900程度と推定され、この分量は奥入りの約2倍、指名称の約3分の1程度になる。他の宮中時代の注釈書と共通して引歌などの交渉に力を入れているが、奥入りと比べたとき夕食後日についての注釈が、 充実しており、本書の成立した時代が、奥入りの成立した時代よりさらに、源氏物語が舞台とした平安時代から隔たってしまったため必要な説明が増加したことを推測させる。花落否認総文領もなる人物が著者であると、されているがその蘇生は不明である、基地の著名な人物の別称である、可能性も唱えられているが、現在のところ解明するすべはない状況である。 本書における様々な記述から、両語とは以下のような条件を満たす人物であると考えられる。福田修一はこの花落否認総門両語について、九条元家である可能性を指摘している。第五巻とされる若菜城から幻までを含む天理大学附属天理図書館、造本一冊に天理大学図書館の所蔵になる、のみが知られている。その他に、 花楽否認相門両語なる著者名と奥書きの取得三年という日付が共通することから本書から本のことつまり源氏物語の写本や本文に関する記述を抜き出したとみられる光る源氏物語本字なる書物が存在しており島原松平文庫造本と高田市立図書館造本の二つの写本の存在が確認されている永遠本本国本 ありがとうございます。